こんにちは、綾瀬です。今日は私たちの声を提供しているアプリ声色インクについてお話しいたします。七海でございます。ごきげんよう。視覚障害者でもなんとか使える人工音声合成音声のアプリでございます。何かを発信したいけど録音はちょっとと思われている方におすすめですわ。こんにちは、萌です。なんといっても無料のアプリなの。ダウンロードすればすぐに使えるわ。 Windows 版と Apple 版があります。スマホや iPad では使えないようよ。ケンタです。こんにちは。人工音声にはボイスピークとかボイスボックス、ゆっくり霊夢さんたちも有名ですが、無料のもの、有料のものの違いのほか、著作権上商用利用の場合にロイヤルティなどが発生するアプリもあります。またその声を使うときキャラクターの名前を指定されるなどの制限があるアプリもありますが、私たち声色インクには全くと言っていいほど制限がありません。枠の中にテキストを書き込んでボタンを押せば指定した声の音声が出来上がります。唯一あるのはどこかに声色インクのどのキャラクターを使っているのかをクレジットするということだけです。例えばマナという声があります。マナという声にはノーマル、普通の子供の声よ。一生懸命、ちょっと頑張っている声、ご機嫌、楽しそうでしょ。ドヤ顔、ドヤドヤな感じ、くくれっつら、まったくリュウジーは懲らしめてやらねば。しょんぼり、あー今日はあの人に会えなかったわ。内緒話、心の声もこれで使えるの。必殺技、元気いっぱいの声よ。ねむねむ、あーお昼寝したいな、の9種類の声があります。この声をどんなキャラクターに使っても OK です。どんな名前をつけても構いません。私たちは萌えちゃんというキャラクターで使用しています。私ケンタの声はお布団ピーという名前です。種類はたくさんあります。20種類以上です。私の声の名前はつくよみちゃん、3種類でございます。冷静、おしとやか、元気ですわ。声色インクの老舗の声です。私、綾瀬の声はかなという名前です。種類は4つで、ノーマル、演劇、放課後、内緒話なの。私たちのチャンネルではこの4人の声だけをダウンロードして使っていますが、他にもいろんな声があります。悪魔とか天使とか大人の声とか自由に使えますから楽しいんですが、パソコンのスペックとして音声エンジンは容量を使いますので、ほどほどに。アプリをインストールした後に聞きながらダウンロードする機能がアプリ上にありますから、いろいろ試しながらやっていくのが正解と思います。私たちみたいに会話形式で進めるチャンネルもあるし、一つの声でナレーション的にお話しするチャンネルもございます。龍之介さんは一切声を調整していません。声を選び言葉を選んでいるだけです。でもアプリとしては声の高さとか速さとかイントネーションなどの調整機能もあります。調整を覚えるとさらにできることが増えるかもしれませんね。テキストをメモ帳などで作って読み込ませる機能もありますわ。他のアプリと組み合わせて歌を歌わせている人やアニメを作っている方もいると聞きます。このアプリだと結構簡単に作ることができるわ。アラセブのジジイが一人でできるんだから全然大丈夫よ。視覚障害者が情報を配信する方法はいくつかあります。ノートや SNS での文書での投稿などはできるのですが、 YouTube やポッドキャストでの配信は難しくなります。音声を録音することはできますが、龍之介さんの場合台本が読めない視力なので録音にも限界があります。そうですね、台本が読めないので年号などの数字や人の名前を覚えるのが大変ですし、言葉がさっと出てこないことも多いのです。その点人工音声合成音声ならばテキストで入力しますから問題はなくなります。でも時々間違っているけどね。ということで、声に自信がない人や朗読に自信を持てない人がポッドキャストや YouTube で情報を発信するには人工音声がおすすめです。 YouTube での配信ですが、声だけでは配信できないのですが、1枚のサムネイル画像さえあればそれで配信できます。サムネを作るアプリはいろいろありますが、このチャンネルの画像はキャンバというアプリで作っています。無料で使えます。音声とサムネができたら Windows の標準アプリフォトというものがあります。フォトの中にビデオエディターという機能があり、ここでサムネと音声を合体させ MP4
MP4 という形式の動画ファイルを作ります。これをマイクロソフトの Edge や Google Chrome の YouTube のサイトからアップロードし、タイトルや説明などを入力して YouTube に投稿しています。ポッドキャストなら Spotify の Spotify for Podcasters というサイトからアップロードできます。やればできるのよ。さてこの後はテキストデータの入力の苦労話をしていきたいと思います。声色インクの操作画面はおおむね3つに分かれています。左上にファイル、キャラクター設定、設定の3つのボタンがあります。左側に音声を操作する部分があり、音声の作成や声の大きさ、声の速さ、イントネーションなどをその都度設定できます。中央から右側にかけて文字を入力する画面があります。声を変更しようとするときはプラスボタンを押して新しい枠を作ります。キャラクターを選んで文字を入力します。問題は2つあります。1つはきちんと漢字を読んでくれないことがあることです。もう1つはイントネーションです。漢字の問題は使っているスクリーンリーダーと声色インクで読み方が違ったりしますし、複数の読み方がある漢字について意図しない読み方になることもあります。例えば方角の方という漢字です。方と読んでほしい時と方と読んでほしいことがございます。ほとんどの場合方と読みます。いろんな方がいらっしゃいますと言いたいのに、いろんな方がいらっしゃいますって読むんです。漢字をひらがなに直すか別の、例えば腕の付け根の方に変えることになります。音声の形成は結構時間がかかるんです。1行で30秒ぐらいです。ですから後でまとめて音声の形成をやるのですが、読み方が間違えていると修正してその下りだけもう一度音声を作ることになります。キラコウズケノスケという人名はちゃんと読んでくれますが、コウズケノスケだけの時は上の書いて読むんです。全部ひらがなだとイントネーションが変になります。ハとワについても時々誤読します。確実にハと読んでほしい時はカタカナにします。最近は慣れてきましたが面倒ですわ。おほほ。イントネーションで一番困ったのは吉原です。普通に漢字で書くと吉原と読みます。ひらがなで書くと吉原と読みます。そこでひらがなでよと書き、目尻などにできるしわ、そしてひらがなでらと書くと吉原と呼んでくれるのです。吉原、吉原、吉原、違うでしょう。疑問符は普通に語尾を上げてくれたりくれなかったりなの。声によって疑問符対応のものと対応していないものがあるわ。こういう苦労があるから楽しいと龍之介さんは言っているわ。うまくいったとき嬉しいらしいの。 This is the Sick Tack Banner Radio。 面倒だけど楽しいのね。でも速さとか声の高さとか不等点の間の長さとか調整できるのに、どうしてジジイはやらないの？面倒だからというのもあるんだけど、言い方と声だけで表現できるかもという思いもあります。まあ一つのポリシーとでも言えるんですが、調整しないと決めました。その上でできるだけ感情などを表現したいなと思っています。私たちは頑張ってねとしか言いようがないわ。ただ最近少し早いんじゃないのという指摘はいただいています。というのはお聞きいただいている方の再生速度が標準の人だけでなく早めに再生されている方も多いそうで、聞き取りにくいというご意見もあります。検討課題ですわ。いろいろと試行錯誤しながらにはなりますが、これからも聞いてくださいますようお願いいたします。それとこういう音声配信をする方が増えてほしいなと思います。声の質から言うと私たち声色インクより良いものも多くあります。ボイスピークの声は感情表現が巧みですし、著作権上の制約も少ない、とても素晴らしいアプリです。ところが操作画面が視覚障害者には全く無理なんです。キーボード操作だけで動作できるアプリ開発を義務付けられないのでしょうか、という思いはあります。声を上げていかなければ変わらないのかなと思います。本日も最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。チャンネル登録や高評価をお願いいたします。また来てくださいね。さよなら。ごきげんよう。立花バラエティも聞いてくださいね。さよなら。じゃあバイバイ。本日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないことがあります。
どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。